こんにちは、もとこです。本日ご紹介する作品はこちらのミニバッグをご紹介したいと思います。こちらはですね、このシェル編みとその大きめにちょっと開いた穴がポイントのこういうミニバッグになっていて、ちょうど携帯電話とお財布と、まあ、ちょこっとね、これ携帯電話入れたりとかお財布入れたりとか、ちょっと簡単に持てるようなバッグを編んでみました。ちょっとね、コーディネートのアクセントになるように、このグリーンのエコアンダリアですねを使ってこんな感じで編みました。で、ポイントはこうぐるぐるとただ編むんじゃなくて、このここのパーツ、ここのパーツで、脇のこのマチのパーツですねを編んで、でちょっとこの縁がね立体的に立つように細編みで仕上げたのがポイントです。で、こういうポイントがあることによって、ちょっとこうアクセサリー感覚とはいえ結構しっかりめな感じで持てて、ちょっとコーディネートにも花が出るかなと思っています。で、こんな風にね手に持つのももちろん可愛いですし、これをちょっとこう内側にしまってあげて、こんな感じで、まあ、斜め掛けとかにもできるような感じに作ってみました。で、このストラップは長さが変えれるので、ここに結びつけてるだけなので、まあご自分のお好きな長さにしていただいてもいいかなと思います。こんな感じ、ちょっとしっかりめというか、ちょっとデザイン性のあるスマホバッグみたいな感じですかね。すごく緑も相まってすごく可愛くできたと思います。なんかね、緑じゃなくても他の色でも可愛いし、なんか私的にはシルバーのエコアンダリアとかで作っても可愛かったんじゃないかなんて思ったりもしています。で、若干工程もあるんですけど、まあ、物自体はもうほんと一玉ちょいでできるので、すごく簡単にサササーっと編めました。なので、もう他の色で編んでいただいたりしてもいいし、私的にはちょっとサイズ大きくして、トートバッグみたいにしても可愛いなぁなんて思ったりもしていて、この編み地すごい可愛くないですか？これでなんか他にも作ろうかなぁなんて思ったりしています。皆様もいろんな色だったり作ってみてください。はい、それでは動画が始まる前に概要欄に糸の概要ですね、糸の詳細、どこの浜中さんのエコアンダリア何グラム使ったのとか、何玉使ったの、あと針何号使ったのとか記載します。で、あと購入した店の URL も記載するので、もしよかったら見てみてください。あとオンラインストアで編み地も販売するので、編み図ですね、パターンも販売するので、そちらもしよかったら参考にしてみてください。あと SNS の情報なども記載します。あとチャプターですね、チャプターも記載するので、もしよかったら使ってください。それじゃあ早速編んでいくぞー。本日はこちらの糸を使って編んでいきます。浜中さんのエコアンダリアです。レーヨン 100% の糸になりますね。で、お色はこの17番のグリーンを使用していきます。そして使用するかぎ針はこちらの6個針を使用していきます。まずは鎖編みで作り目からしていきます。鎖編み17目が作り目になります。糸の下に針を置いてくるっと、そしてこのねじったところを持って針に糸をかけて輪に通します。で、これをキュッと引き締める。ここから鎖編みを編んでいきます。針に糸をかけて輪に通して、これで鎖編み1目目2目目3目4目5目この要領で17目編んでいきます。鎖編みが17目編み終わりました。それではこちらが図案になります。同じ編み方で20段編んだものと16段編んだもの、それぞれ2枚ずつ編んでいきます。まずは1段目ですね、立ち上がり鎖編み1目を編みます。で、作り目の17目目に針を入れて細編み、この時鎖1本と裏山を拾って細編みを編みます。で、作り目3目飛ばして、ここの鎖編みの目に長編み、鎖編み、長編み、鎖編み、長編み、鎖編み、長編み、長編みと1つの目に編み入れます。で、また3目飛ばして細編み、で、また繰り返すという風に編んでいきます。
1段目編んでいきます。立ち上がり鎖編み1目、そしたらこの17目目にですね、鎖1本と裏山、裏山はこの鎖編みの裏を見るとここに1本あると思うんですね。これですね、これが裏山です。なのでこの上側の鎖1本と裏山を拾って細編みを編みます。でそしたら次は 1,2,3 目飛ばして、その次の目にまた裏山と鎖1本拾って長編み、鎖編み、長編み、鎖編み、長編みを5目と鎖編み間に4目ですね編みます。で 1,2,3 目飛ばして、その次の目に細編み、これを繰り返します。これで1段目が編めました。もう最後の目は細編みですね。そしたら次2段目編んでいきます。2段目立ち上がり鎖編み3目、そしてもう1目鎖編みを編みます。そしたらこの細編み、前段の一番最後にあった細編みに針を入れて長編みを編む。その後はここ鎖編み5目です。続けて編みます。でここの細編みに長編み、鎖3目、長編みで、また鎖編み5目で、最後はここの細編みに長編み、鎖編み、長編みというふうに編みます。2段目編んでいきます。立ち上がり鎖編み3目、そしてもう1目鎖編み、これをくるっと裏返して、前段の細編み、ここですね、ここに長編みを編みます。そしたらここから続けて鎖編みを5目編みます。こんな感じですね。次はここの細編みに長編み、鎖編みを3目で、また長編み、こんな風に編んでいきます。でまた鎖編みを5目で、最後にこの前段の細編みに長編み、鎖編み、長編み、これで2段目が完成です。次3段目編んでいきます。基本的に1段目と同じ感じで編みます。立ち上がり鎖編み3目、もう1目編んで、全部で鎖編み4目ですね。ただこの鎖編みを束ですくって、長編み、鎖編み1目、長という風に編みます。そしたらここですね、この大きいバッテン、この大きいバッテンの意味は、先ほど編んだこの鎖5目を編みくるんで、ここの長編みに細編みを編むよっていう意味になっています。でまた編みながら説明します。そしてこの鎖3目を束ですくいながら、ここと同じですね、長編みを5目と間に鎖編み4目を編みます。でまた大きいバッテン、これを細編みです。で長編み、鎖編み、長編み、鎖編みと、ここの鎖編みを束ですくって編んで、最後の長編みは前段の立ち上がり鎖3目の3目目に編み入れます。
3段目編んでいきます。立ち上がり鎖編みを1、2、3目でもう1目鎖編み、そしたらくるっと裏返してここの鎖編みを束ですくって長編み、鎖編み、長編み、そしたら先ほどの大きいバッテンのところですね、この鎖5目を束ですあじゃないこの鎖編みを編みくるみながらこの真ん中のこの長編み、ここの頭に細編みを編みます。このままこの長編みの頭の鎖に針を入れます。こんな風にでこれにこの状態で針に糸をかけてこの鎖編み5目も同時に編みくるみながらここで細編み、こうするとこの鎖5目も一緒に編まれて止まります。こんな風にでここからは長編み5目と鎖編み4目のところですね、この前段の鎖3目を束ですくって長編み鎖編み長編み鎖編み、そしたらまた大きいバッテンのところ針を入れて編みくる、そしてこの今ここを前段が立ち上がり鎖3目ともう1目全部で4目ありますね、なんとなくこの4目目ぐらいの場所に長編み鎖編み長編み鎖編みというふうに編みます。で最後は立ち上がり鎖3目の3目目にこんな感じで針を入れて長編み、これで3段目が編み終わりました。そしたら次4段目です。立ち上がり鎖編み1目、前段の長編みの頭に細編み鎖編み2目でここの細編みの頭に長編み鎖3目長編みでまた続けて鎖5目でまたここと同じように編んで鎖2目編んで前段の立ち上がり鎖3目の3目目に細編みというふうになります。ここは2段目と同じ感じですね。でこの1段目から4段目をリピートすることで模様ができていきます。そしたら4段目編んでいきます。立ち上がり鎖1目で細編み鎖編み2目編んだらこの細編みに長編み鎖3目長編みで鎖編みを5目長編み鎖編み3目長編み鎖2目で前段の鎖3目に3目目に針を入れて細編み、はい、これで4段目ですね編み終わりました。そしたらこちらが全体の図案になります。で 1個だけ違うのが1段目はこの作り目の鎖編みをに針を割り入れて編んでたのですが、このも5段目以降は前段が鎖編みの箇所はここと同じように割り入れずにこの鎖3目を束ですくって鎖3目を束ですくって編んでいきます。で全部で20段と全部で16段各2枚ずつ編んでいきます。はい、21段目まで編み終わりました。先ほど20段目と言ったのですが最後この山で終わらせたいので21段目まで編んでます。ということで少し図案を修正しています。長い方は21段目まで、短い方は15段目まで編みます、はい、そしたらこんな感じでパーツが4枚編み終わりました。そしたら次はこの長い方のパーツをこんな風にここで剥ぎ合わせます。そしたらここは鎖編みと細編みで剥ぎ合わせていきたいと思います。で、今この上を向いてる方が表です。
で外表にして2枚を合わせて、このここは編み終わりの細編みですね。でこっちは編み始め1段目編み始めの細編みのここに針を入れて糸を2つ折りにして持ちます。この編み始めの糸が長く残ってる方はそれを使用しても大丈夫です。でまず糸を通します。でここでまず立ち上がり鎖1目を編んで同じ場所に細編みを編みます。こんな感じですね。で鎖編みを1目編んだら、今度ここに鎖3目があると思うので、この真ん中の鎖編みに針を入れて細編み。でこの長編み5目を編み入れた次は鎖1目を編んだら、この長編み5目を編み入れた1本残っているところを拾って細編み。で鎖編みで真ん中の鎖3目の真ん中の目に針を入れて細編み、というように鎖編み1目と細編みを繰り返してこんな感じで編んでいきます。でこんな感じで最後まで剥ぎ終わったら糸をカットしてキュッと引き抜き編みをします。こんな感じです。そしたら次はまちをつけていきます。ちょっと最初にこの目数を数えるために先につけたんですけど、こんな感じになりますね。でポイントはここの面を自分側に向けて編んでいくことですね。で細編みをこちら側を表にしたいので、こんな風にマチを当てて細編みで編んでいきます。で、こう四角く入っていくんですけど、ここの面で28目、ここの面で、14目ほどですね。でここで28目拾って編んでいきます。で合わせる位置はここの角のてっぺんがちょうど、このここに細編みが2目あって、ここに長編みの足があって、ここの鎖編みがあるんですが、ここですね、ここに合わせます。この段、図案でいうと18段目にあたる箇所ですね、に合わせて拾いながら細編みを28目。でここの底の辺で14目でまた28目で、手の強さなどで変わると思うので、目数の数は調整していただけたらと思います。そしたらマチをつけていきます。先ほどお伝えした位置に針を入れて糸を2つ折りで持ちます。で糸をかけて引き出して、で細編みなのでまず最初に立ち上がりの間違えました。まずはここからこの端からここですね、ここも1枚で細編みで編んで、ここからです、編むので、まずここは一番最後の目に入れます。で針に糸をかけて立ち上がり鎖1目で同じ場所に細編み。でまちを合わせる位置まで細編みで編んでいきます。はい、そしたらここからここの長編みの部分ですねから、合わせて待ちを合わせていきます。で細編み、
こんな感じで。細編みを編んでいきます。こんな感じで剥ぎ終わりました。そしたらこれをこういう風になるようにアイロンをかけます。で、この細編みの立ってる部分はできるだけこう待ち側に倒せるようにしたいなと思っています。こんな感じで形が整いました。そしたら次はここにスレッドコードでハンドルをつけます。で、ストラップ、ショルダーバッグをつけたい方は同じようにスレッドコードを編むといいかなと思ってます。そしたらこんな感じで、で、ここを折り曲げるので、こんな感じですね。なので38センチ、40センチ、そうですね、40長いかも。38センチのスレッドコードをまず2本編みます。ショルダーバッグのスレッドコードを編む方はだいたい120センチぐらい、まあ、自分の体で合わせていただくのがベストなんですけど、120センチあればちょっとここ結ぶ分もプラスして、120センチあればいいかなと思います。そしたらまず38センチのスレッドコードになって、でちょっとゆとりを持たせて、だいたい編みたい長さの3倍ほどの長さをまずこの糸端を用意します。で編んでいきます。でこの糸端を糸 B で、この糸玉につながってる方、今指にかかってる方を糸 A とします。ではまず鎖編みを編み始める感じで、こんな感じにキュッと引き締めます。でここから糸 B をかけて、糸 A を通す、糸 B をかけて糸 A を通す、これを繰り返して、38センチ2本と120センチを1本ですね、編んでいきます。スレッドコード38センチが2本とショルダー用の120センチが編めました。そしたらこれ今これ編み終わりの方ですね。で編み始めの方にも巻きつける用の糸を通したいと思います。こんな感じで、そんなすっごい長くなきゃいけないわけじゃないんですけど、こんな感じで紐を通してあげます。そしたらここにつけていきます。手前側、この表側から裏側に向けてまずこの入れます、通します。この穴にですね、こんな風に通して2つ折りにします。で折り返しはセンチ折ってます。そしたらこれをくるくると、この紐をくるくると巻きつけていきたいと思います。巻きつけるところ、もうちょっと長い方が可愛いですかね。4センチですね、4センチ折り返します。でこの1本の紐を巻きつけていきます。で巻きつけるときに、ちょっとこのエコアンダリアのちょっとクシュッと束になってると思うので、これを少し開いてあげた方が綺麗に巻けるかなと思います。でちょっとキュッと引き締めながら、こんな感じで
巻きます。そうですね。そしたらこの巻き終わりは、この巻き終わりに糸を通して、ここグッとこんな感じで通して、はい、ここに通します。こうするとすごく綺麗かなと思います。で最後はこの2本キュッと結んで、もう一回こんな感じで、この糸端はいらなくなった方はカットですね。こんな感じで4箇所留めていきます。こんな感じでハンドルがつきました。そしたら最後にこのストラップをここの真ん中の穴に通して、こうしようかな、通してギュッと結びます。こんな感じ。これで完成です。それではサイズ測ります。横幅が17センチですね。で、マチが9センチで、高さがですね、ここから測ると20センチあります。で、ハンドルの長さも27センチで、ショルダーの長さは120センチになってます。重さです。重さが47グラムで、2玉以内で完成します。はい、それで今回の動画なんですけど、私基本的に動画を作るときは動画専用のデスクで、まあ、動画用の照明を焚いてこう編んでるんですけど、まあ、それ以外の時間は、まあ、こっちの後ろにあるデスク、こっち作業デスクなんですけど、ここで作業してるんですね。で、ここがすごい正直ちょっと暗いなって思ってて、このライトだったんですよ。このちっちゃいライト、このちっちゃいライトで照らすと、やっぱ正直その周辺はちゃんと明るいんですけど、なんかこう広い範囲で暗くて、なんか暗いなーなんて、ちょっとね、ライトも背中の、その天井のライトも背中側だったんで暗いなーなんて思ってたところ、こちらのライトを贈呈していただきまして、こちらのライトを今回動画、サックス動画のバッグを作るときに使用させていただきました。はい、設置するとこんな感じです。ちょっとごちゃっと背景がしていますが、すごくデザインがシャープで、すっごいおしゃれ。そしてやっぱ照射範囲がすごく広いんですね。明るく、こう広い範囲ですごく明るくて、すっごい手元がこんなに違うのかってぐらい作業がしやすかったです。で、こちらは弁球さんっていう、 BENQ って書いて弁球って読むんですけど、弁球さんっていうとこのアイケア WITWIT かな、 WITLED デスクライト、アイケアっていうだけあって、すごく目に優しい照明になっています。で、この、このスマイルマークで、この位置でこう説明書を見てると、自分の目の位置とこのカーブの位置を、この例えば読書モードとデジタル読書モードっていうのがあるんですけど、それに合わせて自分の目の位置とかを合わせることによって、すごく目に優しくこう作業もできたりとか、ちょっと仕事したりとかができるっていう、やっぱりこう長時間とにかくパソコン使ったり甘いものしたりっていうか、目をすごく酷使しているので、すっごくいいなと思って、やっぱりこう
どんどん視力も下がってるし、なんか目がすっごい最近疲れやすかったんですよ。なのですごくこう嬉しいライトだなと思って、特に編み物とか手芸とかハンドメイドされる方ってやっぱすごく近くでたくさんこう目を使うと思うんですね。なのでそういう方にもすっごくおすすめできるライトだなと思って、今回すごくこれを使って思いました。でそれ以外に私は主にこの作業部屋で使用しようと思ってるんですけど、それ以外にすっごくいいなと思ったのが、これ無段階でこの明るさがちょっと私の手邪魔ですね、こう調節できて見えるかな、無段階でこの白い光からオレンジの光に調整できるんですね。なのでこうベッドサイドとかで夜寝る前に読書しようとかで、あれもちょっと薄暗い光で目に良くないなって私はいつも思ってたんですけど、読書本好きなので本も読むんですけど、その本読む時とかにもこういうライトがあれば、その白い光だとやっぱ目も覚めちゃうし、でもオレンジの光に調整して本を読むとかもできるので、ちょっとねこういうこのライトってちょっと若干普通に売ってるやつより若干お高いんですけど、そんな頻繁に買い替えるものでもないし、結構買ったら結構もう何年も使うと思うんですよ。私は結構何年も使って、一番古いやつなんて多分10年ぐらい使ってるんですけど、 LED ライトを。でもやっぱだからこそ目に優しくってこう疲れなかったりで、それも作業効率にもつながるし、今後のことも考えるとすごくいいライトだなと思いました。はい、そしてこの BenQ さんの IKEA デスクライトですね、こちらの URL など概要欄に記載するので、もしよかったら見てみてください。すごくねおすすめです。でデザインもシャープ、ちょっと今ごちゃっとしてるところに置いてるんですけど、で作業デスクなので、でもとにかくデザインもスタイリッシュでちょっとおしゃれな空間にパッとねなるっていう、これもすごく嬉しいポイントだなと思ってます。もしよかったら一度 URL から見ていただけたら嬉しいです。いかがだったでしょうか、シェル編みのミニバッグ、結構簡単にねできると思います。もしよかったらたくさんでもいいし、まあ、1個でもいいし、お友達とお揃いでもいいし、作っていただけたら嬉しいなと思います。はい、最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。またねー。